最近、陸上自衛隊のフィトロ、駆逐機動戦闘車に注目が集まっています。そこで、今回は、フィトロ、駆逐機動戦闘車の機動力と戦略など、詳しく見ていきますね。作戦を確実に遂行するには、ある程度の速さも必要だと考えています。陸上自衛隊には、それがあったんですね。2023年4月も終わり近づいた段階でも、昨年2月から続くロシアによるウクライナへの軍事侵攻は依然として続いており、長らく懸案とされてきた東部のバフムトから、いよいよウクライナ軍が撤退する可能性が顕在化してきている。すでに今年2月の時点で、バフムトの陥落が取り沙汰されていた状況を鑑みれば、じわじわと浸透して、支配領域を広げてきたロシア側に対して、ウクライナ軍はアメリカ等の見立てに反し、これまで抵抗を続けた形だった。そこから2ヶ月以上にわたって、ロシア側の侵攻を防ぎ続けたウクライナ側ではあるが、さすがに地対戦術と言われながらも、限界を迎えつつある感は否めず、近く計画された統制の取れた撤退に移る可能性は大きそうだ。ウクライナ側に立脚する視点に、立ちで、は、カリバフムトから同軍が撤退し、ロシア側が、その地の占領に成功したとしても、戦略的な意味は薄いと、指摘する声は多いが、可能であれば占領されないに越したことはないだろう。それでも、早ければ、5月以降、遅くとも、夏までに、ウクライナ軍が、大規模な反転攻勢を仕掛けるとの予測を、多くの西側諸国のマスメディアは報じており、そのための西側諸国製の兵器の供与と、その到着も進んでいる。最も期待をされている、そうした供与兵器が、ドイツ製のレオパルトに、イギリス製のチャレンジャーに、アメリカ製の MIA ブラムス等の主力戦車であり、ウクライナ軍による、反攻作戦の鍵を握る戦力と目されている。ただし、アメリカの MIA ブラムスは、未だウクライナに送られておらず、レオパルトにも、当初は中心となると考えられていた、最新型の一つ前の A6 より、さらに古いバージョンが中心となっており、一抹の不安を感じさせる。そんな中で、フランスは、自国製の主力戦車である、ルクレールを供与することはせず、足回りが、靴体式ではなく、装輪式の装甲車両である、AMX-10RC の供与に止めており、こうした車両が、ウクライナの戦場で、有用性を発揮するのかも、注目となっている。AMX-10RC は、全長 9.13 メートル、全幅 2.95 メートル、全高 2.60 メートル、重量約 17.0 トンの6輪の装輪式の装甲車両で、主砲には48口径の 105mm ライフル砲を搭載しており、ある程度の対戦車戦闘にも耐えうる仕様とはなっている。こうした装輪式の装甲車両は、主として2000年代以降に敵の正規軍ではなく、武装組織等への対処において、戦車と比べて、軽く機動性に優れる仕様から、対テロ対策向けの装甲車両として、トレンドにもなった感があった。日本でも、こうしたフランスの AMX-10RC と同様のカテゴリーの存在として、陸上自衛隊は、ヒトロ駆逐機動戦闘車の調達を、2016年から言っており、2023年度までの予算上では、同車両を、総計で221両、1628億円を投じることが確定している。ちなみに、単純計算で、この221両で1628億円というヒトロ、駆逐機動戦闘車の費用は、1両あたりの単価は、およそ 7.36 億円となり、最新鋭の10式戦車が、1台あたりおよそ15億円とされていることに比して、おおむね、半分のコストということができる。
ヒトロク式機動戦闘車は、全長 8.45 メートル、全幅 2.98 メートル、全高 2.87 メートル、重量約 26.0 トンの8輪の双輪式の装甲車両で、主砲には、52口径の105ミリ、ライフル砲を搭載しており、フランスの AMX-10RC より、若干大型となっている。重量としては、ヒトロク式機動戦闘車は、フランスの AMX-10RC より、およそ9トンほども重い仕様となってはいるが、搭載する570馬力の直列4気筒の4ストローク水冷ターボディーゼルエンジンによって、静止ならば、時速 100km 以上の速度を誇る。これは、フランスの AMX-10RC が、同様の条件下で、時速が、およそ 85km 以上とされているのと比しても高速であり、44トンほどの重量のある10式戦車では、時速 70km ほどであるため、静止の速度は段違いである。ただし、ヒトロク式機動戦闘車の主砲は前述したように、52口径の105ミリライフル砲であり、これは、現在の西側諸国の主力戦車の大半が装備している120ミリ、滑降砲の1世代以上前の火砲で、今の主力戦車と砲撃戦を行う想定ではない。近年は、回転翼の攻撃機や、個人用の対戦車兵器の進歩から、一時期は、戦車不要論が、声高に主張されることもあったが、陸上自衛隊では、ヒトロク式機動戦闘車を、10式戦車等の主力戦車の補完を担う存在と位置づけて、並行運用を行っている。ことに、現在の日本における防衛の主眼が、中国軍に対し、南西諸島の島嶼部をいかに守るのかという優点が、中心となってからは、戦車に比べ、軽量なヒトロク式機動戦闘車は、航空自衛隊の装備する C2 輸送機にも積載可能で迅速な展開が期待されている。南西諸島などの島嶼部の防衛においては、仮想敵国である中国軍も、大きく重い主力戦車を、そうした場所に揚陸させることは容易ではないと考えられるため、ヒトロク式機動戦闘車の火力や装甲でも、十分に対処可能であろう。さて、ヒトロク式機動戦闘車の航続距離や燃費についてだが、無論、10式戦車などの主力戦車に比すれば、圧倒的に重量が軽いこともあり、1リットルの燃料で500メートル以下と言われるそれらよりは、少なくとも、倍以上の距離を進むことができると見さされている。しかし、戦車に比べて、燃料の最大積載量は、大きさに比例して、ヒトロク式機動戦闘車の方が少ないと思われることから、航続距離という点においては、そこまで明らかな差が生じることはないのではないかと、個人的には考えている。燃費という観点から、装甲車両を見てみると、昨今のロシア・ウクライナ戦争において、アメリカが自国の主力戦車である MY エイブラムスの供与を渋っていた背景には、ロシアを必要以上に刺激するという以外にも、合理的な理由があった。それは、現在でも、大半の国の戦車が、10式戦車やヒトロク式機動戦闘車と同様に、軽油を燃料とするディーゼル機関を採用していることに対して、アメリカの MY エイブラムスは、航空機と同じガスタービン機関を、その動力として用いている。ガスタービン機関は、ディーゼル機関等の内燃機関と比較した場合、同様の大きさ、容量であれば、はるかに出力が高いため、強力な推進力を発揮できるが、圧倒的に燃料消費量は多く、運用するには、その補給能力が必須となる。そのため、アメリカは、ウクライナ軍が、そうした戦車の燃料補給体制を構築することは非効率だと判断していたものと思われ、
西側諸国から戦車を供与することが既定路線と化しても、その実現は困難だと見さしていた説がある。結果としては、2023年4月時点では、アメリカはウクライナに対し、総数で31両ほどの M1A ブラムスを供与することを発表してはいるが、これはドイツにレオパルト2の供与を受け入れさせるための政治的な判断だと見る向きが大勢を占める。イギリスからのチャレンジャー2の供与も、こうした MYA ブラムスの流れと同様であり、戦力として見た場合にはあまりにも少なすぎて、ウクライナ側の希望を満たすものとは到底言えないが、西側諸国の足並みを揃えるという意味が大きいのだろう。いずれにせよ、ロシア側はこれまでの戦闘で数千両単位の T-72 系統の主力戦車を喪失したと召されており、すでに陣地防御用には T-54、55等の1950年代の主力戦車まで保管庫から出して配備していることが視覚的にも確認されている。これらに対してならば、フランスの AMX-10RC であっても、正面から砲撃戦を実施しても、戦果を上げる可能性もなくはないと思われ、軽戦車代わりのこうした動きが実際にできるのか否か、今後の続報にも留意したい点である。